なるほどな。これを今から俺と菅さんが喋るってことですか。はい、恋バナが始まります。しびれるテーマですね。平均年齢 39.5 歳。まあでも恋に年齢は関係ないですしね、うん、もちろん近藤さんも一緒に、はい、入れていただければこう喋っていくわけですもんね、はいはい、これはどうですか向井さん。どっちのタイプですか。私私はこれでもちょっとまあなんていう一見自慢みたいに聞こえてしまうのかもしれないですけど、本当深刻な悩みなんで聞いてもらっていいですか。あ、はい、もちろん。あの20代の頃、はい、くっそモテたんですよ。あ、はい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 、むしろ追いかけられる恋愛ばっかりしてきたわけですね、うんうん、要は追いかけられて、まあ、お付き合いして、うん、みたいな恋愛が非常に多かったんですよ、はいはいはい、でやっぱ今38の年になるんですけど、うん、追いかけられることも減ってきて、要は追いかけなきゃもうそういう恋愛にならないようになってきた時に経験してないから20代で、これ陥りがちなやつらしいですね。それはわかりますよ。いざ追いかけてもキモいみたいな追いかけ方がなんかまあいろいろ聞いたことあるんですよ。まあ恋愛話、はい、そんな深くではないですよ、はいはい、でもなんかやっぱり追いかけられてきた人だから生き方が分かんないんですよね、うん、追いかけ慣れてないってことなんですか。そういうことなんです。アプローチの仕方が分かんない、分からない。どういう LINE 送ったらいいかとか、じゃあご飯誘いたい時に最初に何て送ればいいかとか、うん、とかがわかんない。で、もうこんだけ返信来ないっていうことは、これはもうないの？ありなの？そうそうそうみたいな、こういう、そうそうそう、惑いがすごいあるんですよ。あるタイプですよね、向井くんはね。そう。僕も感じてましたか？僕はもう全然違うタイプなんで。確かに、菅さんは多分違うと思う。僕は多分全然また違う。だからもう、その、追いかけられてきてないんでね。そんなこともないでしょ、でも、多分。うん、いやだからそれはまあ向井これ難しい問題なんだよ。これ非常にあそうこれね非常に難しい問題です。やっぱ恋愛ってはあ、ははあ、これは多分いろんな人がいろんな悩みあると思うんですけど、うん、俺はもう共通の悩みで結構あると思うのが、はい、好きじゃない人にはモテたりするんですよ。あ、自分の意中の人じゃない人からは言ってもらえるけど、そう、それなんでかっていうと、うん、やっぱりそのもう素がさ出せるというかもうふざけ合えるみたいな、うん、好きじゃなかったりしたら、うん、なんかこうかっこつけもしないじゃない、はいはいはい、それが逆に良かったりもするのよ。そうだよね。そうでもなんかそのすごい好きな人の前だと、うん、やっぱりそのモテ切ったことがないから、はい、結局そこで止まるのよ。同じところでね、うん、はいはいはい、本当に好きな人に対してだけでかっこつけちゃったりとかさ、かっこしようとすると、はいはい、自分の魅力がうまく出ないっていうやつね。そうそう、そういうことだったりするんですよ。だからこれはまた良くなかったりするのよ。だこれどうすか近藤さん、女性から見て、こじらせてますか。こじらせてるし、この追いかけてきてくれた方がいいのか、私は追いかけ、私は最初に自分から好きになりたいので追いかけたいんですけど、うん、途中から追いかけてほしい。みんなバラバラだ。むちゃくちゃだよ。むずいよ、ややこしいよ。そんなこともあるんだよ。モテないんじゃないかな近藤さん。めんどくさいかもしれない。確かにバレたかもしれない。難しいっすよね、これはね。いろいろあるのよ、だからどうなんだろうね。どっちなんだろうこれ、マジわかんないわ。これでアンケート取ってパーセンテージ出るんだけど、先ほどで番組の LINE のオープンチャットでも締め切ったばかりのアンケートあってご紹介しますね、はい、生子さん、うん、追いかけられたい気持ちもあるけど、はい、結局追いかける恋愛が楽しいんだよね。好きじゃない人に追いかけられるのは恐怖なので、追いかけて追いかけられる関係性が理想ですよね。一緒だ、同じだ。近藤さんでしょ。私だったかな。いやでもその追いかけてる方が楽しいんだよねって言える人って、うん、はい、成功してきた人なんじゃない？その結局追いかけたことによってそうなんだよ。だからその追いかけ、だから本当にモテてる人の意見なのっていうことだよね。だから結局振り向かせてる。ああ途中から追いかけて、そうそうそう、生子さんでモテてる私を追いかけてくるなんてみたいな、はあ、はあははあ、ひねくれすぎかな受け止め方が。これ難しいね。もう一件あります、うん、お昼寝大好きさん、
追いかけられたいに1票、うん、ヘタレだから追いかけても何もできずに終わってしまうのです。ただ見てるだけでというか、しかも異性を見る目がないのか、ろくな人好きにならないし、かといって 私自身はそんな大した人に好いてもらえるような人物ではないのですがね。でもあちらから来てくれないと会話にもならないので、いけないんだ。いけないタイプね。うん、だからいけないから絶対来てほしいっていう。ごめんなさい、ね、ちょっと本当にちょっと疑問なんですけど、ちょっと一個だけいいですか、はい、そのたまにいるじゃないですか、はい、あの好きって言われたら好きになっちゃうっていう人、はい、いる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 。あれどういうことなんですか。確かにそんなわけなくないですか。でも好きって言われてから意識し始めるってことでしょ。でいいとこが見えてきて好きになっちゃったとか、好きって言われてから、あそういう目で自分のこと見てるんだ、で一回じゃあそういう目でこっちも見てみようってちょっとずつなってくってことじゃないんだよ。その査定が始まるというか、そもそも査定が始まってない、始まってないってこと、エントリーというか。ああなるほどね、そういうことなのかな。そういうことなんじゃない。そんな簡単に好きって言える。言えないよね。どういうことなんだろう。ちょっと難しい。ただぽんさんという方、自分は好きになってくれる人が好きということに最近気づいてしまいました。あれ出た、これじゃん、今のお話ですね。これじゃん、どういうことなの。あんのよ。あんのか。だからそっから始まんのよ。そっからじゃないと、むしろだからこれよく言ってた、だから今こっち向いてよ向井くんっていうドラマ、赤楚さんがモデルなんですよ。あれのモデル実は僕なんですね。そのラジオでこんなことばっかり喋ってたんですよ、誘えないとか。でそれを、ラジオ聞いてくれてる漫画家の先生が、あなんかこんな30とか40の人で恋愛に心動かされてる人いるんだってなって、こっち向いてよ向井くんって漫画でまさにこう恋愛でこう振り回されるというか、男の人なんですけど、その誘ってみ、だから好きって言った方がもう思ってることは結局伝えないともう意味ないですよって。だから好きっていうことをまず伝えて、そんなとこに駆け引きすんなって言ってる。自分の駆け引きなんだって。それは相手のこと考えた駆け引きじゃなくて、結局自分のこと分かるって分かるって、分かるんだよそんなことは。お前なんかそんなこと言ってるからドラマになってんの。今熱がすごかったですね。すごいですよ、メロメロ急に変わったというか。なんだこいつ気持ち悪い。いやこれに失敗してきてるんです。だからそうそう、ややこしいのよ。なんか相手のこと考えてるようで、結局自分のこと傷つくのが怖いから伝えてないだけなんじゃないですか、うん、っていう話。結局終わっちゃう、もう何も伝わんなかったら分かんないからね。そういうこと、無事やっぱ伝えることの大事さ、うん、好きだよっていう意思表示、そっから始まる恋愛があるっておっしゃってる。いやシンプルすぎるってお前。2行しか書いてないんだよお前この人。あるのよ。ではこの LINE の結果ですが、はい、追いかけたいが 46%、 追いかけられたいが 54% ということで、はあ、まあ同じぐらい、同じぐらいかってことなんですかね。でも追いかけられたいが多い。実際はどう、分かった今のでもうどっちだって、自分はもう本当どっちですかってなったら、向井は、うん、られたい、られたいか。まだられたいか。俺は追いかけたいよ。俺は追いかけたい。追いかけたい。追いかけたい。いやこれ面白いですね。でも難しいよな。で40のおじさんがもうこんな恋愛話するんですか。ヒートアップしましたね。ヒートアップしちゃいましたね。だいぶ、ね、うっすら汗かいちゃいましたよ、うん、はい。以上みんなはどうなのコネクションでした。